我这日本朋友松本今年马上就要32了，竟然一次北京烤鸭都没吃过，今天咱们就带他去尝一尝。久しぶり。久しぶり。元気。元気。松本说北京烤鸭在日本是奢华的料理，活了32年今天是第一次吃。啊，你好，等一下菜。北京烤鸭等30分钟啊，可以了。松本第一次喝酸梅汤，对是吧？那是吧。因为烤鸭太慢，又点了一个松本没吃过的皮蛋。何ですか？怖い怖い。大丈夫だ。美味しい。いただきます。めちゃ美味しい。苦死了。松本等的睡着了。烤鸭终于来了。どうですか？怖い。这只烤鸭在日本要200米，松本说太奢侈了。やば。初めていただきます。这是要干吃饼的节奏。おってちっちゃくするとカロリーゼロなんです。不是哦。松本说他这个年纪要非常注意身材走样，所以要把鸭皮去掉。哎，今何キロ？46ぐらい。これ餃子の皮？違う。救命！我要被松本笑死。まあ、しゃあない。しゃあない。めっちゃうまい。大犯人、大犯人、大犯都是人上人。今天干犯你不恨，明天就干不过别人。いらんの？これもうお腹いっぱい。なになに？松本竟然抱起锅，要一口干掉鸭汤。お腹いっぱい。じゃあまた。じゃあ僕こっち。あ、こっち。オッケー。まだね。バイバイ。酱油推荐指数